は南畑の人にスポットを当て、南畑の新鮮な情報を発信し、魅力を伝えるプログラム、南畑の風を皆様にお届けします。こんにちは。はい、こんにちは。はい、皆さん、お、カメちゃん大丈夫今？大丈夫。マスク外してるけど。本当だ。声がね、通るよ。そう。ここはあのガラス張りで守られてる空間。窓開けとったけん少し入っとくもね。大丈夫です。きっと大丈夫。もういろいろ飛んでる。飛んでます。大丈夫ですか皆さん？辛い？もう結構。あ、全然まだ。私ももう去年のやつを飲んで、飲み始めてるんで出ないように。去年あの鼻セレブみたいなの持ち歩いてたもんね、はい、そう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 、箱ごとね、箱ごとね、いつ症状が出るかわからない。そうね。でもあの薬はやっぱ強いよね、うん、私も今飲んでるんですけど、違う、主語を話さない。そうそう、花粉ですよ。鶴ちゃん大丈夫？鶴ちゃんはあの花粉症じゃない。おう、あ、喉をやられてて。喉、はい、乾燥かな。花粉、乾燥。あ、おうちがほら、上等だから。上等だから。湿気とかね。今風のおうちに住んでらっしゃる。そうですね。暖房でやっぱ乾燥するよね。密閉されててね。そうだね。気密性がいい。昔の家はね、結構湿気がされたからね。全然湿気ない。乾燥しない。乾燥しないね。いい感じにね、潤いがある。60%? まあまあ、あるね。今朝とか70%ぐらいありました。めっちゃあるかも。湿気を示す。もういらない。加湿器も捨てました。すごいね。それ以上はね。邪魔やな。南畑来て私も加湿器捨てた。加湿器。本当に？夏だけじゃなく冬もいらないと思って。冬乾燥したって思う。そうね。ある程度の湿気が来るのね。そうそうそう。川とか山のね、そうね。結構湿気。湿度がね。花粉症と加湿器トーク。そうね。面白いな。リスナーに。リスナー本当。へえ。ならではだなって思いますけど。そんなに今年早いよね、でもね。早いね。あと多分2週間ぐらい。そうそうそう。遅いぐらいが例年だと思う。そうだね。2月初めだもん。そうなんだ。もうなんか暖かいですもんね。暖かい。今日は暖かい。20度までね、上がる。そうそうそう。そうですよ。今日暖房も入ってないよ。入ってない。ジャンバーも着てない。うん。本当だね。でも梅の花もね。梅の花もね。なんか花咲いてるけど桜ではないなって思って、白いのがバーってなってたから、あれは梅の花ですよね。あれが散ったら桜の花が咲き始めます。3月のね、20何日かだったよ。予報、開花予報。あ、そうですか。あ、カメちゃん見れないかもね。見においで。すぐほら日帰りで帰れるじゃん。実績があるね。お花見においで。桜を見るか一緒。いろいろ問題になりそう。あったね。あったね。あったね。経費はちょっとあの報告してください。満タンです。そうだね。どこに請求する？そんな感じ。そんな感じ。そんな感じの皆さん。そんな感じですね。もう春の春が来てるな。そうだね。ぜひ遊びに来てください。はい。今週のくるり、はいはいはい、お願いします。今日はですね、ちょっと変わったやつにしました。何変わった？あ、横。何？横横本はまあ横なんですけど、縦ですね。縦もあるんかい。なんか柄が面白い。可愛いでしょ。誰も知らない世界のことわざっていう。私好き。私ことわざ辞典を買うぐらいです。これはめちゃめちゃおすすめかもしれない。それが英語みたいな。いろんな国のやつで、もともと書いた方はですね、フランスの方、なんか日本の方ではとりあえずない方が、結構いろんな言語学者の方が書いてるんですけど、横書き。確かに横書きですね。そうやね。いろんな国の何カ国かの
だけど、多分10カ国分ぐらいのいろんなことわざが載ってて、うんうんうん、それをイメージした絵が一緒に描いたんです、うん、そういう感じ。海外にことわざがあるんだね。そう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 、あるね、あるある。日本と同じ訳のまんまのやつもあるし、うんうん、全然違う意味のあるよね、違う単語で同じ意味とか、うん、そうそう、大体動物とかが書いてあるやつとか多いんですけど、ちょっと面白いやつがこう、うん、絵と一緒にかわいいイメージされた言葉だと、ヒンディー語、そうそうそう、これヒンディー語とか、ジャングルの中で踊るクジャクのダンス、誰が見たとか、それ言葉だ。それ長い、しかもその中全然読めないけど、読めないよね、ヒンディー語のそのままの言葉と、ヤクドダンス、誰が見た、あれってこと。いや、あまり見ることがないこと。それどういう意味のことわざで、なんかですね、目撃者が、どれちょっと解説が長くて結局どこが同じ意味かわからないです。あ、人間が真実を見据え理解するとはどういうことかを考えさせられている。ちょっと難しめ、ね、うん、真実はなかなか見えないもんだよみたいなこと。これは何でしょうね。ちょっと難しいですね。違うんですよ。違うの。クジャクダンス。クジャクダンス。ロバに。これは簡単。ロバになんか見る。見るっていうことないとね。まずいないっていうこと。これはわかるかもしれない。ロバにスポンジケーキ。意味、意味。どうぞ。何？何？これ簡単だと思います。馬の耳の念仏みたいな。猫に小判。猫に小判。近い近い。そういう感じですね。豚に真珠とか。そういう感じで。食べないよって。そうそう、あの、食べないよって。むしろ食べんじゃないよってこと。そうそうそう。そんなことしてもやっても。そうそうそう。そんな、なんか分かってない。なんていうか、価値が分からない。はいはいはい。他に何かを与える。へぇー。ポルトガルを。ポルトガル。ロバにスポンジケーキ。へぇー。使ってみよう今度。うん。分からんって言ったら。それはロバにスポンジケーキついてるねって。あとは、目が。沈黙しそう、それ。間違ったって言われて。ちょいちょいあるんですよ。目が私についていった。何それ、何？目が私について。目が私に。何それ。何それ。おもろ。それはあの、あなたは眠ってしまったっていう。どういうこと？寝ちゃった、寝ることを多分目が私についていったっていうらしいんですけど、これはマルタ語。マルタ？マルタ語？地中海の。そうそう、イタリアの横ぐらいの国の言葉で。へぇー。面白い。絵を見てもわからん。わからん。結構ね、面白いね。あ、そうだ。ブドウはお互いを見ながら。なになになに、熟す、熟す、熟す、そうそうそう、あー、なんか互いに切磋琢磨、あー、人の目伺ってどうするみたいな、なんかこれは多分もうすぐ熟すみたいな、あー、こっちもいけるけどみたいな、一軍みたいな、近隣の人たちと似た者同士になるみたいな、あー、武道同士で、近い人と類友みたいな感じ、なるほど。近いところに行くと、おかわりクイズ感じで熟していく。これはね、はいはい。これ難しいな。あ、これ。あ、おはようございます。あ、じゃあ、裸足で蛇をパタパタと踏む。パタパタと踏む。パタパタ。やだ。絵がちょっとインドみたい。全然違うわ、チェコや。チェコ。裸足で蛇をパタパタ。どんな状況でしょう。え、もう無謀？怖いもの知らず的な。あ、でも、あ、でもいい感じです。そんな感じ。あえて大変な状況の中に足を踏み入れる。ああ。そう、あ、無駄がありました。でもなんか面白くて、これは。でもチェコにはそんなに危ない蛇はいないので、あの、踏んでも大丈夫です。そんな蛇がいないんで、いないんだもんね。あの、そうだからチェコ語にはこういうのがあるかもしれません。うん、面白い、面白いんですよ。可愛いし、絵がまた可愛い。何これ、ガレージにいるタコのような気分。めちゃむずい。全然どんな、ガレージにいる、初めて来たところ。あ、でも結構いいね、いい感じです。なんでなんでなんで、タ
コの気分になってます。タコの気分？あの間違いで、うん、でも困った状況にいて、うん、打ちのめされている。なんか何でしたっけ？タコ。タコ。違う、なんか日本語に似たような言葉ありそうだなと思って。間違い系。あの間違い系。間違いなんか。うん、胃の中の蛙みたいな。そうそうそう、ね、違うぞ、それは。それは違う。なんだっけ、なんだっけな。そう、英語には書いてあるんですよ。英語では、うん、水の外にいる魚みたいな気分っていう似たようなことわざがあって、なんかそんな感じの日本語あった気がするなと思ったけど。あるね。あった気がする。ちょっと忘れちゃいました。うん。あのこう、これはでもね、ちなみに日本語も載ってるんですよ。うんうん、日本語はあのすごく有名な、うんうん、が2つぐらいあって、動物系で何なんですか、うん、こういうのに乗りそうな感じ、動物系。猿が木から落ちてる。おー、正解。すごい、咲いてるね。ねえ、から落ちると。おー、なるほど。猫、猫の猫、猫が、あ、違う、違うんだ。でもね、これことわざなんだと思いましたけど、これ猫、猫言われてみる。猫の手も借りたい的な。あー、ではない。なんか猫、なんかあんまことわざっぽい感じじゃない、慣用句って感じ。なんとかの猫、借りてきた猫。あー、近いね。猫を、猫をかぶる。おー、かぶる。あ、猫かぶる。あー、確かに。いや、そう、ことわざなのかなと思いましたけど、まあ、この、よくよく考えると著者の方的にはことわざに分類されてるんですよ。解説がすごいですね。なんかやっぱパッと見の文字量で、そうそうそう、解説がいっぱい書いてあって、詳しく書いてある。面白い、これ。あ、猫かぶってる。かぶってる、猫かぶってる、かぶってるね。うそてるね。そうですね。よく考えると意味わからないですもんね。そう、本当だね。ね、なんで猫をかぶるで、ね、そういう意味になるんだろうね。そう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 、わからないですね。あ、でも確かになんかこう、何か欲しい時とかこう、かわいいかもしれない。いい時はこう、かわいい。あ、そういうことね。猫が茶を吹くって聞いたことありますよ。知らない。この辺分からなくないですか。知らないね。知らない。なんか日本語には猫のことわざがいっぱいありますって書いてあって、うん、あ、そうなんだ。一つも全然分かんない。猫に小判、猫が、いや、そういうのはなくて、猫が茶を吹く、うん、猫がくるみを回すよう。初めて聞いた。ちょっと知らないけどな。猫にからかさ、ちょっと言葉出して見てみて。猫もしゃくしも猫で、もう捨てちゃった。捨てちゃった。小学生の頃ハマっててね。うん、でも確かにあったかも。小学校の時も何巻もちびまる子ちゃん、そうそう、絵で漫画で覚える、うんうん、言葉出してね。で、うんうん、6巻で出たのかな。うん、ボロボロになるまで読んでた。ことわざ博士だ。じゃあ今度の俳句に、ね、ことわざがね、ことわざ、うん、レベルが上がった上げた。なんか言葉遊びは好きです。言葉遊びというかそんな感じのが好きですね。絵が可愛いですね。可愛い可愛い。こちらは誰も知らない世界のことわざ、ね、世界のパッケージも可愛い。可愛いですよ。なんかパラパラこう絵とか見てね、読むだけ、うん、ちょっと癒される。結構なんかこう知識が、ね、そうそうそう、つきそうですね。うんうん、シーズンが広い吹き出す。可愛い。この辺が一番絵的には私は好きです。意味はペラペラ喋ってるみたいな。はあ。口から出てくる。ああ、アラビア語なんだね。ラトビア、ラトビア、ラトビア語、あ、本当だ。どこですか？北欧とか違う？どこだろう？どこだろう？わからないね。ぜひ、うんうん、調べてみてください。今夜くるりで、はいね、見ることもできるし、はい、書くこともできる。はい、はい、うんうん、ぜひ、はい、ぜひ、よろしくお願いします。はい。来週のテラはい、来週の中野島公園の情報をお届けするテラ、はい、略して来週のテラ
と略してライテラ、ライテラ、皆様、本当だ、ごきげんよう、ごきげんよう、来週なんですよ。はい、中之島公園来週がすごく、あの、賑わいます。賑わいますね、はい、何かと申しますと、中之島アウトドアフェスティバル、はい、2024ということで、はい、来週の2月の24、25、はいはい、の土日で、はい、まあ、その日、あの、3連休、23日からね、あの、連休で3連休にはなるんだけど、はいはい、そのうちの、2日間、土曜、日曜にかけて、はい、自然の魅力を体験できる7つのアクティビティが大集合いたします。7つ、はい、で1つ目が、スノーピークさんが来てくれて、はい、お手軽キャンプ体験、うん、はい、そして、ネイチャーダイブさんね、もう中之島公園といったネイチャーダイブさんですけども、うん、が、いろんな、あの、なんだろう、遊びをしてくれる森と遊ぼう、うん、はい、で、3つ目が、サバイバルをキッズゴーワイルドさんから、メタルマッチでの火起こし体験、なんか人気なやつね、人気なやつね、で、4つ目が、レイズさんとトレイルアドベンチャー吉野狩さんが来てくれて、マウンテンバイク体験、はい、これも人気なやつですね、はい、で、あとモルクですね、モルクの体験があったり、参加無料、そう、参加無料で、あとセフリ少年自然の家から、木の端材で作るアクセサリー作り体験、無料、いいね、はい、あと、あの、近所のね、南畑ピノキオ森の子供園さん、うん、来てくださって、色彩館でキッズエリアを作ってくださいます、はい、でこれにプラスアルファ、このチラシだったら2面にね、リバーサイド0円シアター、25日ですね、25日には、愛しのクノールという映画鑑賞会が、無料で行われます、はい、実質ね、8つありますね。そうですね。大きな日曜日はね、八つです。土曜日は違いますけどね、日曜日になりますね。うん、ね、なんて、まあ、でも土曜日もね、うん、あの、続々とお申し込み増えてきますし、日曜日もまだまだ、あの、チャレ、あの、なんだろう、体験できるイベントもね、たくさんありますので、ぜひぜひ24、25、あのね、天気予報ちょっとえいってこうえいってやって。うん、ちょっと晴れ模様にこう引っ張りますので、引っ張りますので、引っ張りますので、引っ張ろう、ぜひぜひ遊びに来てほしいなと思います、うん、で有料のね、アクティビティ1から4までは、有料で、あの、事前予約制、事前予約している方は優先になりますので、ぜひぜひ、ホームページとかから、辿ってもらって、申し込みをしていただければなと思います。はい、でこれにね、先駆けてね、あの、来週の月曜日、2月19日に、はい、あの、本当の、あの、FM ラジオに告知行ってきます。本当の、まあ、これも、ね、これもラジオですけども、ラジオ局のラジオですね。あの、ちゃんとした、あの、多くの方に聞いてもらえる、ラブ FM さん、76.1MHz、はい、聞かせてもらって、あの、お昼のね、2時かな、2時からある。スイッチオンデイタイムという番組があるんですけども、うんうん、そちらの方でこの中之島アウトドアフェスティバルの告知をしてまいります。お、はい、待ってください。天神に繰り出すわけですね。そうそうそう、公共電波のてらいを楽しみに。そうですね、月曜日、うんうん、お耳をお貸しいただければなと思います。はい、はいはい、来週のてらいでした。はい、短いな、短くなった。いや卒業する気分で、こんな早かったっけなっていう、ね、本当
うん、なんか変わったものってある？この3年間で3年間で、いやでもやっぱ景色がやっぱこの3年でも変わる、うん、てるなっていうのはすごい思って景色、うんまあ、道端の景色だったり、うん、家とかお店がこう増えたりとか、うんうん、すごいスピードでやっぱりこう変わっていく、うんうん、見える景色がね、そう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 、うんだからこれから多分その1年後とかにまた遊びに来たりとか、うん、その数年の間に遊びに来たりとかしてもまた変わってそうだなっていうのもある、うん、あとやっぱ来た時はまだちょっとコロナムードが若干あったんですよ。あ、そうだね。この3年の間でまあ開けた、じゃあ開けたかなみたいなのもあってすごい人の流れとか、うん、こう顔を見れる、そうね、見てお話できる関係に半分以上なって、うん、それが良かったかな、うん、最初はねどうなるかなって思って本当だね、本当だね、そうよ、なんかそういうカメちゃんスペシャルのね、うん、回もそうそう近々近々近々ですね、深掘りしたいね、カメちゃん、ね、でそのカメちゃんと、うん、あのこう入れ替わるような感じで、うん、もう一人実は新しい協力隊が入る予定ということで、なんか結構つるちゃんやり取りしてるんだって、 LINE をちょっと音を持ち出していただいて、うんうんうん、まさかの、うん、ラジオ聞いてくれてる、あら、本当ですか、予習の神回の神回をそれはどう、多分聞いてくれてる、うん、遡って聞いてるかもね、予習バッチリで、どのような心づもりで聞かれたんですけど、なんと答えました、私は初めは緊張したんですけど、うん、それからはもうあの楽しい感じで言ってます間違いない、それはある、うん、楽しい感じの、うんうん、できていただきたいですね、うんうん、そうですね、特にね身構えることもないですね、うん、そうそう、安心して来てください、はい、お待ちしてます、昔はね、うん、台本あったんですよ、あ、そうなんですか、あの最近作ってないんだけど裏台本っていうのがあってちゃんとねそうそうプログラム作ってたよね、今日何話そうみたいな、そう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 、昨日の私 のメッセンジャーのあれみたいに、うん、明日はこの こうで行きます、ね、そうびっくりしましたもん、こんなちゃんとしてたっけあるのよちゃんと、ね、今サボってますね、もう一回作ろうかな、うん、それをちょっと残してあげます、毎週残して第何回でこう順番に話して、ゲストが誰々で、そうすごい、そう、最近ゲストも北とかしようそう、北とかしようって喋ったでしょ、ちゃんと事前にアポイントを取ってね、時間を合わせて、じゃあこれぐらい何分でとかね、どっちもね楽しいですね、そうそう、今は今の楽しさ、そうそうそう、5年ぐらいやってきたからこそのそう、ね、もうなんか流れがこういこうかという、駅船さん、あの、うんうん、一番先輩 の、はいはい、NRS ラジオの中に、うんうん、他のエキセントリック中川ってあるでしょ、うんうんうん、それはあの今でも台本があるみたいな、なんかあれなんですかね、収集つかないみたいな感じですか、それもある、あ、もう方向性つけないとダメってやつ、ずっと喋り続けたり、そうでちゃんとこうタイムキーパーがいらっしゃって、放送を止める係とか、やっぱり、ね、やっぱね、あるっていう話ですよ、すごい、ね、それみんなそれぞれでしゃべる、そうそう、腹時計でやってます、いや絶対鍛えられてますよね、5分とか10分とか、ね、そうそう、なんとなく、今のところ順調ですか、そう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 、やっぱりねっていう、すごいなって思って、うん、ね、綺麗に30分で ね、大体まとまって収まってますね、新しいね、うん、4月から来られる方も、うん、安心して気負いなく、そうそうそう、フラッという感じでね、そうそうそう、ちょっと遊びに来たっていう感じで、ね、そうそうそう、昨日これあったよっていうのを話す感じで、そうね、本当そんな感じだ、本当本当、あ、そういえばとか言って、うんうん、昨日ね、なんとかさんがねみたいな、じゃあそれ喋ようね。最近はペン立てからね、そうそう、本当本当、まさかでこんな状態で収録してるさ、思わないでしょですね、最初面食らうかもしれない、これを最初に見たら、ね、テーブルの上にあのペン立てに iPhone 挿して、そう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 、逆さまに向けてね、そうそうそう、やってるね、だってみんなラジオ収録してるって周りに思わない、なんか話し合いか会議かなっていう感じですね、そこそこ何話してるんだろうね、感じでやってます、新しい世界的に見てここだけです、うん、新しい生活様式みたいな、確かに、いつもこの音がいいんですよね、ラジオの、そこでちゃんと拾ってます、iPhone すごい、
すごいね、うん、アップルありがとう、ありがとう画期的、うん、でまあそろそろぼちぼち ね、 そうですね、うん、今月末か来月初めあたりに、うん、ちょっと亀ちゃんの生い立ちからね、生い立ちと遡りましょう、そういう回もありつつというところで、うん、はい、これからもお楽しみくださいませ。はい、はい、はい、他なんか言い残したことないですか？大丈夫です、大丈夫です、花粉症絶好機なので大丈夫です。最後一言ですか？ないな、最後のことはありますよね、あったった、ないよ、え、2月24日は私の誕生日です、これは何かやってくるよ。そうだったんだ。また来週。また来週。